ダーリャンイン栄美目肖像画下絵栄姫歓迎12年1月12日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての女性。福岡藩初代藩主、黒田長政の形出別称に、ねね姫。出家後、ダーリャンインと合した。天正13年、品の国高登場主、星名正直の娘として誕生。母は、久松と勝の娘。 多コ姫で、多コ姫の母は、徳川家康の実母、お題の方であるため、家康には命に当たる。慶長5年6月6日、おじ、家康の幼女として、戦災の糸姫と離縁した、黒田長政に嫁いだ。その際、化粧寮として、文後国楠軍内に戦国を与えられた。また、御神道として、家康より、稲葉静の脇差しを配慮し嫁いだ。 関ヶ原の戦いの寸前、西軍による最女人質計画があった際には、栗山都市安らの導きで、大阪天満の黒田屋敷から脱して、長政の両国である、武前国中津まで船で逃れている。長政との間には、弱子、忠行、長江、厚生、徳姫、亀子姫の三男二女を設けた。福岡藩が、お家騒動を乗り切って、後の寛永十二年。 病身ながら時代藩主である孫、吉兵衛の江戸幕府三大将軍、徳川家光への越見に江戸城へ随行した。その後間もなく、黒田藩江戸桜田屋敷にて死去。法名も同じく、ダーリャン院。当初は西久保の天徳寺に葬られたが、現在は黒田や菩提寺である、昭雲寺と昭林寺に墓所がある。また、秋月藩主になった次男の長公は、 母の菩提を弔うために、秋月さん、清志繊維ダーリャンデラを建立している。日光堂将軍には、坂江姫が奉納した灯籠一体が、上上子の前に残っている。これは、大名の性質が奉納した、唯一の灯籠である。奉納日は夫、長政が寄進したオトリーと同じ、現在4年4月17日の刻印がある。ありがとうございます。